最近ちょっと僕分かったことがあるんですよ。是枝監督がカンヌ映画祭でパルムドールっていう賞を取ったわけじゃないですか。で、その映画のタイトルが万引き家族っていうタイトルで、で、その万引き家族というような名前で日本人の監督が映画を撮るのは日本人にとって良くないみたいなことを言い出し始める人たちっていうのが、是枝監督を攻撃し始めたんですよね、ネット上で。で、その後に安倍首相が是枝監督の、今まで日本人かなんか世界で賞を取ると、割と安倍首相って誇らしいみたいなこと言うんですけど、それに全く一言も触れなかった、ノーコメントだったっていうのがフランスのルモンドかなんかの記事になったんですよね。日本人が世界で何かすると必ず安倍首相と褒めてたんですけど、安倍首相、是枝監督って昔から政権批判を割としていた人だったりするんですよ。ルマンドはお菓子の方ね。で、っていうので、主義主張はどうあれ、日本人がきちんとしたことをやったら褒めるべきじゃないのみたいなのが割とまああるんですけど、その主張が安倍首相がやってることと是枝監督が実現したい世界っていうのが違うっていうので、日本人がこう世界で業績を上げても安倍首相は褒めないっていうのがあったりして、で、ネトウヨという人たちが万引き家族という映画を見ない状態で是枝監督をバッシングするっていうのを始めていたわけですよ。で、あのね、是枝監督は助成金をもらって映画を作ってるらしいんですね。で、その助成金っていうのが一定の額が売り上げがあったら返還しなきゃいけないけど、儲からなかったらそのままもらっていいよっていうタイプなんですよ。で、万引き家族はまあカンヌも取ったので、ほぼほぼ助成金を返還するのは確実な話なんですけど、で、その中で起きてたのは、助成金という形で日本の税金を使ったんだから日本には感謝するべきである論っていうのを言い出してる人たちがいて、で、文部大臣かなんかが是枝さんに祝意おめでとうって言いたいから文科省来てくれませんかなんか言ったら、是枝さんが権力とは距離を置いておきたいので行きませんみたいな形で言ったんですよ。で、それに対して助成金をもらってるにもかかわらず恩をあだで返すのはいかがなものかみたいな話で、こうネトウヨの人たちが是枝監督を攻撃するみたいになってて、ああ世の中って面白いなと思って僕は見てたりします。はい。で、僕がそこで思ったことが、僕が思ったことをここで喋ってどうするんだって話なんですけど、日本が好きっていうのと日本の現政府が好きって全然別のことなのに、完全にごっちゃにしてる人が結構いるんですよね。例えば日本の政府とか、じゃあ日本の与党とか日本の権力者っていうのは好きじゃないって言ったとしても、別に日本に住むの好きだし日本食好きだし日本も好きだしっていうのは全然成立しうるんですよ。だから安倍首相は嫌いだけど日本大好き、日本に投資してますって人もいるわけですよ。まあ別に逆のパターンで、あのアメリカにめっちゃ投資してるけど日本も好きみたいな人いるかもしれないけど、政権政府と日本って全然違うものなんだけど、頭の悪い子たちってその切り分けができないんですよ。だから日本が好きっていうことは日本の与党だったり政府だったりももちろん好きじゃなきゃいけないと。逆に日本の与党嫌い、日本の政府嫌いってことは、じゃあ日本のこと嫌いなのか日本人のこと嫌いなのかみたいな、完全にね、二択でしか世界を理解できなかったりするのよ。子供向けのさ、特撮なんかドラマとかさ、アニメとかって基本全額二元論だったりするのよ。で、逆に年寄り向けの時代劇もね、結構ね、全額二元論にしやすいのよ。要はいいやつは水戸黄門で、水戸黄門の相手は悪いやつっていう、必ずね、善と悪ではっきりさせたものしか子供と老人って理解できないのよ。言っちゃうけど頭が悪いから理解できないんだけど、だから物事をすべて善と悪とか、だから日本好きイコール日本政府も好きみたいな、で、日本政府嫌いイコール日本嫌いみたいな、で、世の中っていろいろなまだらなものがあって、例えばじゃあ日本の政府って割と好きだけど安倍首相は好きだけど麻生さんはあれはどうかと思うよ、あの発言みたいなのもあるわけですよ。じゃあ安倍政権としてやってるアベノミクスは賛成だけど、でも麻生さんがセクハラ容認するのとかってやっぱり女性が社会に出てく上で良くないよねとか、 100% 同意じゃないことって世の中いっぱいあるんですよ。でも頭の弱い人たちって基本 100% 同意しないとイコール敵、こう 0% 否定みたいな、2個にしか取れないっていうので、こうネット上でわちゃわちゃやってて面白いなと思って見てる昨今でさえ。まあそんなわけで、是枝監督は今度はフランス人の役者を使ってフランスで映画を撮るらしいんですけど、とはいえ別に日本が嫌いだから日本人の役者を使って万引き家族みたいなタイトルで映画を撮ったみたいな話じゃないと思うんですけど、まあ
ともあれ、僕、漫画引き家族まだ見てないんで。ちなみに、前回の是枝監督の映画は、僕、フランスで見たんですけど、是枝監督がフランスの映画館で挨拶をしてて、この話したっけ？映画館見に行ったら、是枝監督がパリに来てて、で、そこで映画についての説明を、こう、是枝監督がしてるのを聞くっていうのをやったんですけど、そうそう、福山雅治さんと、役所広司さんの出てる、あ、この話した？したね？はい、じゃあいいや、初耳。はい、そうそう、ほんで、まあ、軽く説明すると、通訳の人が入るので、是枝さんが一生懸命喋ってることの、結構はしょって伝えてるんですよね、通訳の人が。仕方ないんだけど。っていうので、あ、面白いなってちょっと思ったんですけど。日本だと、なんだっけ、3人の殺人みたいな、なんかそんな感じの、スリーマーダーラーみたいな、そんな感じのタイトルだった気がするんですけど、日本語、3度目の殺人、それです、僕が見たやつ。日本と映画界と欧米に比べて全体的レベルが低いと感じるのですが、何が原因だとひろゆきさん思いますか？どうすれば面白くなると思いますか？金銭的な理由を抜きに語っていただけると嬉しいです。あと、日本人って年に1回ぐらいしか映画に館に行かないので、有名で話題になっているものだったりとか、あとジャニーズファンはジャニーズ のタレントが出てるから見に行くとか、 AKB ファンは AKB の, アイドルが出るから見に行くみたいな感じで、前もって売れる理由のある映画を作りたがるんですよね。要は役者が何々さんですみたいなとか、漫画が原作ですとかっていう形で、本当に面白いものを作るんじゃなくて、固定ファンがいる役者をくっつけることでほら売れたよねっていうのをやるので、映画を面白くするために合ってる配役っていうのはあんまり日本の映画はやらないんですよ。なのですげえ優秀だけど無名な役者っていうので、ちゃんと映画を作るっていうのが、まあ、日本ではそんなに売り上げが取れないので、まあ、たまにカメラを止めるなみたいなのもあるんですけど、そうじゃないものがほとんどなので、なのであんまり日本の映画って大ヒットが少ないんじゃないかなと思いますけども、はい。本当にすいません。いや大丈夫ですよ、間に合ってる大丈夫です。本当間に合ってる大丈夫です。全然間に合ってるので、もう5時です。すいません。お疲れ様です。おやすみなさい。はい。